これはね、こっちやって、イゲルで、マチウニです。もうなんでこんな戦いしてんの私は。ちょ、壁になっちゃったよ、マチウニか。もうやられちゃったら終わりだから、EX カードが。40ダメージ追加。1回で終わったか。いや、これは、サンダー出すしかないよな。ピカ様でやっても、傷薬なかったらあれだしな。これだもんな。出るかな、ちゃんと、カード。傷薬が出たんなら、これ、切り裂くは80だよ。80だから、あれやっても大丈夫だから、スカップって、今も出しといて、安定で倒すか。リーダーやって確実に倒せる方法でいく。逃げる。ピカ様切り裂くやっても大丈夫だからね、多分ね。今のデッキだったら切り裂くプラス10ダメージのやつしかないと思うから、トレーナーカードのあれ多分こっちの方が確率が高い。勝てる。これサンダで引かなかったら終わりよ。これ、4回で表の数かける50だから終わりじゃないけど。人間に持っていきたくないからな。で、この後も取っときたいからね、また逃げて。次、この時にサンダーでパラセクトを処理とか。そういうのもしたいし。後ろベンチ下がったら、これですね。サンダーアローで1匹30ダメージで。やるみたいな感じですね。80。いいね。これで、これはもう、ゼブライカ進化させて、これ逃げる、サンダー、これどうしよっかな。これ一応こっちにつけとくか。さあ、3回表引けばいいよ。1回、2回。はい、3回。まあでもこれで引かなくても、このサンダーは耐えるから。みたいな感じですね。まあ、ちょっと、うわ、危なかったよ、これ、すっごい。まあ、こんな感じで楽しんでますね。